食は幸せへと導く至福のひとときなり。我は絶品グルメを求めて今日ものれんをくぐるなり。日の峰山山頂か。新緑がまぶしいな。うわ、風が気持ちいい。なんかお腹空いてきた。今日は何食べようかな。おお、町のご飯屋花花食堂。いや、これはちょっと期待できそうやな。お邪魔してみるか。今回訪ねたのは徳島市大原町にある花花食堂。オープンして10年になる町の洋食店だ。厨房に立つのは料理歴40年のオーナーシェフ松下貴則さん58歳。高校卒業後、県内のレストランや名だたるホテルを渡り歩いて腕を磨き、30代半ばで独立。徳島市内でレストランや居酒屋を経営した後、48歳の時にこの店をオープンさせた。この30年40年の集大成ですよね。とんかつ定食であったり、ハンバーグであったり、地域密着型の店をしたかったんで、馴染みやすいというか柔らかい感じの花花食堂。気軽な雰囲気のこの店だが、本格的なレストランの味がしっかりと味わえる。中でも人気はステーキ定食。良質な牛のランプ肉にさっと塩コショウして熱々の鉄板でじっくり焼き上げる。日替わりの小鉢やミニサラダもセットになった定食だ。これがお店人気ナンバーワンのステーキ定食か。いや、さすが貫禄のこのビジュアル、たまらんな。まずはやっぱりこのステーキからいただきます。ゴリシャス。最近表面はこんがりと香ばしくて、中はこの赤身の美味しさが感じられる。ミディアムな火の通し方も抜群。肉本来の噛み応えがちゃんとあって、噛むごとに美味しさをまとったこの肉汁が口いっぱいに広がっていく。そしてこのステーキソース、フルーツの優しい甘みもほのかに感じながら、このステーキの美味しさを最大限に引き出してくれてるな。煮物や酢の物の小鉢もついて、このお値段でステーキがいただけるとは、これはなんとも嬉しい。うん、幸せ。松下さんが料理に興味を持ったのは小学生の頃だったという。フィッシュカツの上に目玉焼きのっけたりとか、まあ、フィッシュカツを薄に切ってサラダ仕立てというかね、まあ、こんなんしたりとか、家族とか兄弟が美味しいとか言ってくれたらちょっと嬉しかったり。小さい頃から料理っていうのがちょっとなんか好きだったんですよね。大好きな料理を仕事にした松下さん、より高みを目指そうと20代半ばから県内の有名ホテルで腕を磨き、水を得た魚のように技と知識を身につけたという。ブッチャーっていう部署があるんです。食材を解体するところなんですよ。牛肉、豚肉、鶏肉はもちろんのこと、子羊であったり、鳩であったり、鴨であったり、魚介類全般ですよね。リップに出すようなものを
処理させていただいたっていうのはものすごく勉強なんですよね。自分が店した時にどんな店が横にでき隣にできても負ける癖になっていうぐらい何でもできるようになりたかったんですよね。料理人する以上はこれができんあれができんやろはちょっと恥ずかしいなと思って。松下さんが駆け出しの頃何度も練習したのが洋食の定番オムライス。このロケのタイミングで新しいメニューを作ってくれた。チキンライスの上にとろとろの卵とカリッと揚げたチキンカツを乗せ、特製デミグラスソースをたっぷりかけたカツオムライスだ。いや、この見た目はテンション爆上がりやな。これ早速いただきましょう。うわ、何これ。うわ、なかなか出ないぞ。これはなかなか出ない。出ないです。出ない。もうすごいわこれ。出ない出ない、なかなか出ない。まずはこの上に乗ったチキンカツ、衣はサックサクで中の鶏は淡白な中にもしっかりと鶏の美味しさが感じられる。そしてこのほのかな酸味を感じるチキンライスをこのトロトロの卵が優しく包み込んでいる。チキンカツにもこのオムライスにもこのコク深い絶品の自家製デミグラスソースが非常によく合うな。いや、このチキンカツとオムライスは最強のタッグ。この年になっても胸躍る一品やわ。出ない、なかなか出ない。ノート、なかなか出ない。幾多のお店を渡り歩き数々の経験を積み重ねてきた松下さん、ここ大原町で集大成となる店を構え、いまだ料理と向き合うその姿はまさに百戦錬磨。その確かな腕前堪能させていただきました。毎日毎日失敗が多いんですよ、相変わらず。昨日は失敗したけど今日はこれいけたなっていう、なんでだろう、なんでだろうとこう考えよったら、まあ、これが楽しいですよね。そうと思って、もう今度は成功してやろうと思って、これがまあやりがいなと、つながっていってるんですよね。ああ、もうこんな年かと思ってね、まずは体力、でもあとはやる気、人よりどんだけやりたいかっていう、もうこの2つと思うんですけどね。理想は80代ぐらいでもフライパン振るようなレジェンドみたいなのにはなりたいですね。今夜もシャウトするのさ、いやー、絶品の定食うまかったな。ほんまに来てよかったあーよかったな、あなたがいて、あーよかったな、あなたといて。